イクしてる。ここからの圧がすごいな。ある。弾けれないですね。先輩に萎縮しないでしょ。萎縮なんかしないです。大丈夫です。はい。したことないし。したことない。萎縮してるとこ見たことない。はい。はい。せーの。パ・リーグファンズミートアップ2023。よろしくお願いします。おお、あ、出ましたよ。はい。聞こえました？全然聞こえない。もう一回。おいおいおい。一番若いな。一番元気だし。はい、せーの。パ・リーグファンズミートアップ2023。お願いします。じゃあ、いくつ？千葉ロッテマリーンズの安田久則です。ポジション、サードやってます。得意なプレーは、何やろ。スローイングが結構得意です。はい。はい。スローイング結構得意です。バッティング得意とまだちょっと言い切れないんで。好きな食べ物は、すき焼きが僕は好きです。はい。今キャンプの思い出。そうですね、今年からは、糸満の二次キャンプってのが初めてあって、糸満市のホテルに泊まらせてもらったんですけど、すごいオーシャンビューで、海も綺麗で、とても良かったです。休みの日に何人かと海にも行きました。充実した。はい、絞りました、キャンプ。どうやろ、もともとじゃない、入ってきた、今年入ってきた、ね、キャンプ前から絞ってはいました。山口浩輝です。得意なプレーは走塁です。大きく出たね。そうです、バッティングです、はい。好きな食べ物は、甘いものが大好きなので、スイーツ系全般は大好きで、アイスクリームも大好きです。オールマイティですね。何でも大好きです、はい。でキャンプの思い出はあんまないんですけど、なんかラミゴと試合する前になんか安田さんと台湾の取材あって、何やったっけあれ、バレンタインのね、バレンタインデー、ハッピーバレンタイン、え、違うな、なんかね、なんかやったんすよ。バレンタインデーを中国語で言うみたいな。そう、はい。それをもう何回も言い直して、まさかそれが YouTube に上がるっていう、とても恥ずかしい思い出をし、思い出、思いが、はい、あります。いやもう無理っす、もう覚えてないな。覚えてる、怖いミーそこだけやろ。これ言うのに15回ぐらいそれが思い出です。松川光です。得意なプレーはヘッドスライディングですね。嘘つけ。いつも止まりかけてる。好きな食べ物は、僕お寿司大好きなんで、はい、お寿司好きですね。まっちゃん硬いな、ちょっと。もうちょっとフランクに。緊張されてます。緊張します。嘘つけ。嘘つくな。ちょっと熱なっていいな。今キャンプの思い出ですか。特に変わった感じはないですけど、こう流れとかもだんだん分かってきたんで、まあちょっとこう自分の時間っていうのを作れましたし、まっちゃんあるやろ、キャンプでの思い出が一つ。2人でスシロー、2人で、はい、スシローを誘っていただいて、はい、歩いてね、歩いていきました。30分かけて、はい、スシロータクシー捕まなくて。じゃあまっちゃんで行こうか。じゃあもうここは最年長のね、安田さんがね。そうね、はい、そうね、そう、はい、そうなるよね。まあ行くか、はい、このメンバー見たら僕しかできない。ちょっと安心して見られないんで、僕が進行役やりたいなと思います。トークテーマ、はい、何から行く。安田さん選ぶん、これじゃあまず、あんまなさそうな3人の共通点はです。3人の共通点、何かありますか。何かあるかな。まあ高卒、まあまあそうですね、3人、はい、あと何やろ、体重約 0.1トン。確かに全員ね。全員ね。寮みんな3回、あ、寮3回、まっちゃん、だってまっちゃん、そうそう、まっちゃん俺だけちゃう。そうですね、寮が全員3回ですね。僕の後の部屋を行ったらしいです。はい、一番3階、一番上なんですけど、3階が一番端でめちゃくちゃね、遠い。あれ、ほんまね、トイレもね、3階にないんですよ、トイレだけ。トイレなくちゃ。
それはあかんな、本当に大変やったな。あと何やろ、3人の共通点、足遅い。確かに間違いない。いい勝負全員、うん、走ればいい勝負する。全員ヘッドスライディング止まりがちやん。全員止まりがち、手前で、はい、こんなもんじゃないですか、うん、まあパンパンや、うん、行きましょうか、次は、はい、ロッカーではどんな感じ。ロッカー、まあ、まずあの試合前、試合前ですか。試合前あれもね、あの仮眠室行くもんね。ハンモックが5個ぐらいあって、結構取り合いになるよね。まあ取り合いでもないか。大体メンバー決まってる。まあ、大体ベイさん、高部さん。意外と、いやなんか若手がみんなハンモック行くって感じですね。京太、ね、ヒロミさんとかもんな。ガッチャン系変。行かないですね。ミーティングあるんか。はい。でも結構リラックスした雰囲気だと思います。基本ロッカーは人それぞれって感じですね。そうですね。まあなんか。でも基本はでもみんなルーティーンみたいなのがあるんで。あ、ルーティーン。じゃあ、はい、まっちゃんのルーティーン、じゃあ練習、朝来て、何しますか。朝来てからお風呂入ります。朝来てからお風呂入って、まあ大体それみんなそうですね。お風呂、湯船入って、はい、でストレッチして、ストレッチしてご飯食べて練習して、練習してで帰ってきてからルーティーン。帰ってきてからですか。どう練習終わり、ね、風呂入る、風呂入るでしょ、飯食うやろ。はい、2回目のミーティング、そうですね、野手ミーティングはまずあります、はい、バッテリーでしょ。あ、バッテリーミーティング、ミーティングあるから。確かにミーティングでも時間終わるっすよ。うん、その間ね、俺は仮眠室、寝る時間です。寝る時間です。ちょっと寝てるわ、ごめん。ちょっと寝てるな。でもそこの15分が大事よね、結構、うん、大事なので。大体一緒っすよね、うん、みんなミーティングして、そこのミーティングがあるかないかぐらいじゃない、キャッチャーと野手の違いは。全然食べない。人にそれぞれだと思います。いっぱい食べる人もいれば。食べますか。俺はあんま食べられない。まあいつでも食うよ。スタメンの時はあんま食べない。あ、そうなん、はい、いや、お前もいつでも甘いもん食ってるよ。もう、まず球場来たら団子食べてる。置いてない、置いてない。まず団子食べてる。置いてないな、嘘ついたな。ビジターの時、ビジターの時まず団子食べてる。フォームはないから。もうほんま、団子かカステラ食べてるもんね。いや、みんなちょっとずつ挟むくない、うん、試合中にも裏に補食みたいなの置いてくれてるんで。そうね、一気に食うとやっぱり重たくなるじゃないですか。なんでちょこちょこいってますね、うん、次いきますか、これでいい。うん、じゃあぶっちゃけお互いの印象はどう。まっちゃん初めて、まっちゃんから。いや、僕ここの見学あるじゃないですか、うん、すごい安田さんおったんですよ。まだ入る前。入る前です。めちゃくちゃでかいなと思って、テレビ越しより、うん、それ身長があったことね。もう全てが、全てが、うん、嬉しいですね、でかって思いましたね。それも第一印象です。それだけ思ったこと。プロ入ってからどう。プロ入ってからですか。いや、すごく優しいなっていうのはすごい言わされてます。せやな、せやな、はい、せやと思う。そうロッカーは基本隣なんですよ、はい、今去年も今年もね。そうです。あ、そうなんだ。そう、ずっと隣でもね、本当動じないんで、やっぱり僕の一回り上ぐらいかなと思った。僕の方がいつも試合前緊張してるですもんね、やっぱそわそわしてどっしり構えてるっす。やっぱり緊張してます。まっちゃんは、自分ですか。まっちゃんはマジで落ち着いてるなっていう印象ありますし、入ってきた時からこのままじゃないですか。なんか変わってない、マジで。完成されきて、完成しきってる。ルーキーの人って大体こうおどおどするじゃないですか。おどおどっていうか、まあ、まず周りも分かんないし、ね、入ってきた時から自分の居場所も持ってたもんね、やっぱり。自分の空気持ってたっ、ね、だからすごいなと思ってました。いやいや、とてもじゃないっす。今でも出されへん。今でも出ないっすね。今でも出ない、この雰囲気は、はい、安田さんの印象ないっすね。なんであんまないっす。なある。そんなね、なんやろな。俺の印象は、もうクソ生意気な、ほんと後輩って感じですけど。誰ですか。山口さん。なんで山口さんは本当に、まあ可愛い後輩ですけど。金髪、まあ似合ってはないんじゃない。いや、結構攻めた髪型毎回してくるんで、なんか一回クルクルのね、アフロみたいな時もあったしね、一回。あるでしょ、プードル。プードルみたいな。プードルあかんかったっすね。あれ一番あかんかったでしょ。うん、まあまあ、確かにね。張ってる今の金髪。じゃあ、金じゃないよ、ほんまは。ほんまな、ほんま何色のこれ。ミルクティーベージュ。落ちたよ。じゃあ、落ちたよ。ミルクティーベージュで、これ。もう落ちたんすよ。テラッポで。ミルクティーベージュ。多分もうそのうち
攻めたいタイプです。マッチョも意外と攻めたいタイプです。3人の共通ってあったやん。大阪出身やみんな。ほんまや。ほんまや。確かに。3人大阪出身や。だから安田さんにも攻めてほしいんですけどね。なんか無難な髪の毛、一緒の髪の毛ばっかりして、ちょっと攻めてほしいですね。まだここまでの勇気俺持ってる。ちょっと恥ずかしさが勝ってまう。なんでやねん。罰ゲームでしょ、もうこれも。誰が罰ゲームじゃあ開幕直前の今の気持ちを例えるなら、はい、例えるなら例えるな、例えんねんこれ。分かった。はい、どうぞ。子供の時ワクワクしながら、おすごいね、遊園地とか行くぐらいの。それ緊張感とかはない？なし。おお、それは何、まだこの時期やからってこと？いや、もう楽しみ。あ、常に楽しみっす、どうなるのか。はい、まっちゃん。いや、僕ジェットコースあんま嫌いなんですけど、うん、あのまあ、みんなと言ったら乗るじゃないですか、うん、それぐらい緊張してます。分かる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 。乗ったら行くじゃないですか。乗る前おっしゃーってなるから、このカタカタカタって上がっていくところが上がってるところ、はい、それぐらい、はい、今上がってる、今上がってる。ちょっとハードル上がったな今ので。まあやっぱね、先輩の、ね、僕がバチッとね、先輩で大阪出身なんで面白い。決まるかな、これ決まるかな、これすっごい怖い。開幕より怖いかもしれない。なんやろ。あー、分かった、はい、中学校のクラス替えの日のぐらいの今この緊張感と、これどうなるかなっていう不安感と、でも楽しみな気持ち両方ある。あれ、これ全然あかん。普通だよ、普通だよ。結構今ハマったと思ってるけど。あ、エモかったですか？それ、そういう感じかな、うん、なんか、例えるなら、うん、うまいことできんかった。悔しい。ジェットコースターうますぎな。悔しいな。じゃあ、はい、最後ですね。今年のマリーンズのここを見てくれ。じゃあ、鳥はもう怖いんで、僕から先行かせてもらいます。いや、自分から。はい、どうぞ。監督変わって、やっぱりあのベンチの雰囲気もこの髪の毛ぐらい明るくなってきたので。いいね、いい例え、いい雰囲気でできてる。楽しくできてると思いますし、うん、なんかどうですかね、なんかどんどんバッター陣やったらまくりにもいけてると思うんで、うん、また違った、明るいロッテが自分はあるかなとは思ってます。じゃあいいですか、まっちゃん行こうかな。いや、見ていいですか、まっちゃん。あの、本当に吉井さんに代わって一緒やんけ。本当にベンチも明るいと思いますし、あとは本当に今年から応援があるんで、言われた、こう生で聞いたことがないので、はい、すごくこう楽しみというか、そういうのはすごくあるので、はい、応援見てもらえればなと思ってます。ここでこう一番初めの試合の時やった時もすごかったですけど、タモさんに聞いたら、いや、これまだしょぼいでみたいな言われたんで、しょぼい。いや、むちゃくちゃ、はい、今でもすごいなと感じてます。グッサンも経験してない、俺も1年目だけやったもん、もうだいぶ薄れてる。すごいよね。楽しみや、確かに。多分、まあ、この若いメンバーがやっぱりチームをこう盛り上げていかないといけないと思うので、基本やっぱ こんな感じ見てて分かると思うんですけど、高卒のみんなは基本先輩舐めてるんで。まあ仲良くみんな和気あいあいとしてるチームだと思いますし、誰やろ。でも高卒のやっぱ1個上2個上ぐらい、まあ1個下2個下ぐらいとかはもう本当みんな本当になんていうんですかね、友達やね。兄弟みたいな感じになってるんで、種市さんとか和田さんとかその辺とかもやっぱり、まあもう高卒で僕も6年目になるんで、いろんな関係性っていうのもやっぱりこのチームであるので、そういったところもやっぱり見てもらえると、ファンの皆さんにももっともっとなんていうんですか、応援してもらえるようなチームになれるように頑張っていきたいなと思います。長打が期待されているので、まあ、ホームランを量産してほしいなと思います。まあ、30分大きい数字かもしれないですけど、うん、本当にそれぐらいの勢いでたくさん打ってほしいなと思います。安田君のユニフォーム着てる人いっぱいいるもんね、本当、うん、だから期待されてるんだなと思って、うん、今回キャンプ来てなんか引っ張ってる感がすごいあったかも、うん、後輩たち。あれ見てるそうね、うん、なんか今まではね
なんかこう、若手みたいな感覚で、それから卒業してバッティング分析されたのかな、キャプテンになりそうだな。あ、いいかも、なんか、うん、キャプテン、余計頑張ってほしい。キャプテン、キャプテン、去年の後半ぐらいからすごい、ホームランが増えた気がしていて、なので、で今年もあの、柳田選手と実際やったっていうニュースを見たので、それぐらいの活躍になるんじゃないかなって思って期待しています。もっとこういうの安田選手が出てきてくれると、あ、もう絶対打ってくれるって思うので、今年は期待してます。僕の推しなんですけど、安田選手は。それで安田選手に憧れて、僕も履正社高校に入学して、それで安田選手を教えた先生たちと関わって、その先生たちから聞いた話なんですけど、あのすごく安田選手は真面目で、授業もしっかり取り組んでいたということを聞いて、自分もあの授業とかそういうところをしっかり取り組みたいなと思って。誰先生と？体育の岡田先生が、元々元の監督の岡田監督とかも教えてもらったりしました。安田選手を追いかけて4月から千葉に行きます。頑張ってください。追いかけすぎじゃないですか。バッティングはもちろんなんですけど、やっぱり守備、今年はゴールデングラブ取ってほしいなっていうふうには思ってます。打点を稼いでほしいですね。ホームランっていうより100打点をぜひ達成してほしいです。3割20本ですね。待っていただきたいです。ちょっとずつなんかリーダーシップが出てきているように思うんで、中村選手と一緒にチームを引っ張ってくれたらなと思います。まだプロ2年目なのに貫禄がすごくて、バッティング成績とかあんまり良くなかったですけど、厳しいですね。バッティング頑張ってほしいです。コモ君は可愛い。可愛い、可愛い、可愛いに尽きる。可愛い。手とか手とかちっちゃくマリンでも振ってくれて可愛い。自分はもうちょっと頑張ってほしい。厳しいな、厳しいな。本当にね、打てるキャッチャーいたら最高だもんね。うん、最高ですよ。投手をリードするところだったり、キャッチャーなんでこう全部見なきゃいけないところを僕の1個上がやってるって思うと、ちょっともう本当に尊敬しかないですね。将来のマリーンズを背負うキャッチャーに、この厳しい競争を勝ってですね、なっていただきたいと思います。私一番、私はあの好きなんで、素敵な選手だと思いますんで、今年もぜひ活躍してほしいと思います。キャラクターがすごい愛らしくって、なんかいるだけですごいチームを盛り上げてくれるなってすごい思うので、なんかそのままで、でも、まあ、リードとかも一生懸命頑張ってくれればって思います。去年ホームラン打ってないんですよね。まずはファス初ホームランに期待したいなと思います。チームを中心になってニコニコしてる姿がすごい好きなので、そのニコニコがいっぱい見れるように応援したいと思います。朗希さんと一緒に完全試合をして、なんかもうそのうわーっていう朗希の姿とかを見てなんか感動したので、まあ、もう一回とは言いませんけど頑張ってほしいです。塚川選手の愛くるしいキャラクターは大好きですし、あとはなんといってもあの落ち着き親父感、ベテラン感っていうところは大好きです。レギュラーで活躍するところを見たいなと、はい、思います。もう来たホームランバシバシ打ってほしい。30かな、目指せ30。俳句封印されちゃったから、ちゃんと優勝して一句読んでもらわないと。安田さん、山口さんっていうそこのが入れば、右左でホームラン量産で、打点もホームランもそうロッテ伸びるためには必要な選手だと思うので、ちょっと期待してます。もう山口選手はもうホームラン、ね、狙いでいいと思います。もう、ね、背番号と同じ51本いってもらいましょう。いってもらいましょう。私見た目が去年よりもすっごいグレードアップしてて、もう全然筋肉もりもりな感じだったんで、本人が言ってる筋肉もりもり、筋肉なんか私は絶対達成してくれると思いますし、ロッテの中軸として頑張ってくれるんじゃないかなと思ってます。去年もなんか辛い場面でもうカーンって打ってくるって助けられた場面いっぱいあったので、今年もすごい彼には期待しています。で今年もあの山川選手と自主トレやって、で練習見ててもあの風船膨らませながらあの山川選手に教わった自主トレ方法であの練習してるのを見てて、
山口選手も30本ぐらい打つんじゃないかなと思って期待してます。ホームラン打った後のお立ち台での俳句は今年は優勝まで封印おっしゃったので、そんなみんな知ってる、必ず優勝で聞けるように応援したいと思います。去年大阪で試合を見た時に5ホームラン現地で見たんですけど、すごい弾道で飛ぶ、上に飛んでいく弾道と低いライナーで飛んでいく打球っていうのがいろいろ見えて、やっぱいろんなホームランを打てる選手だなって思いました。一番の魅力はスイングだと思っているので、あのパリーグホームランを目指して頑張ってほしいと思います。いやもう打てしか頭なかったんで、はい、今年はしっかり打って貢献できるように。いやでもそれぐらい守備でどしっと安心感があるってことでしょ、多分やっぱり。頑張ります。はい、くっちゃん、はい、ホームランたくさん打って、はい、優勝して今週の一発決めてやりたいと思います。そうですね、あのなんかリーダーシップっていうか、はい、あ、いえそんな、これ見ててもらったら分かると思います。全然ないんで本当にこう仲良くやれることぐらいしかできないんで、まあでもそのなんていうんですかね、若手とベテランの間に入れる年にもなってきてると思うので、そういったところもつなげていければなと思いますし、まあ、あとはやっぱり僕を追っかけて千葉まで来てくれるファンもいるみたいなんでその後輩なのかな、後輩にいいところ見せれるように頑張りたいなと思います。はい、何で行く？え、お前意気込みどこに書く？え、ここちっちゃ。はい、はい、優勝で、まあこれは何ですかね、もちろんリーグ優勝もそうですけど、自分の中でも優勝するぐらいような成績を取れるように、まあ自分でも何言ってるか分かんなかったですけどそれぐらいでいきたいなと思います。今年から、応援も解禁ということで、まあやっぱり千葉ロッテマリーンズのファンの皆さんの声援っていうのがやっぱりとても力になると思いますし、僕も1年目以来なので、すごく楽しみにしています。皆さんぜひマリンスタジアムに来て、一緒に戦いましょう。打つ勝つにしました。しっかり、チームに、貢献できるように、打って、しっかり勝てるようにキャッチャーとして、一戦一戦戦っていきたいと思いますし、本当にファンの皆さんの声援というのはすごく聞こえてますので、しっかりそれをプレーで返せるようにチーム一つになって、最後はしっかり優勝して終われるように頑張っていきたいなと思います。素晴らしい、素晴らしい。はい、30本です。まあ自分の目標として、ホームラン30本という目標もありますし、こういう数字を達成できるとチームにもたくさん貢献できると思いますし、優勝にも近づいてくると思うので、この数字を達成できるように頑張りたいと思います。そしてあのミルクティーベージュのこの髪の毛のように輝かしい成績を残せるように頑張ります。輝かしい、応援よろしくお願いします。今年1年それでいくってこと？そうなるよね。そうやろ、お前分からへんけど、宣言したらミルクティーベージュもっと明るくなってるかキラキラなってこれ以上ないやろ、明るい。それでは開幕戦でお会いしましょう。バイバイ。